エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は放映は画面や視界の使い方で索敵力や対面力を向上しデスを抑えようとなります。放映武器を使っているとチーム内では後ろにいたり高い場所にいたりと比較的視界の確保はしやすいのかなと思います。ですが相手の後衛がいたりマップによっては視界が悪くなったりするため画面の使い方というのは非常に大事です。画面や視界一つでデスにつながることもありますからね。そこで今回は画面や視野の使い方でデスを減らしたり対面力の向上をするコツを次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回の話をする上でまず押さえておかないのは、視野は対面とデスに関係するということです。対面は理解できるのかなと思いますが、デスにまで影響するとなるとちょっと不思議な話ですよね。それでは視野の影響が分かりやすい2つの視点を見ていきましょう。暗い画面とそうではない画面が出てますが、まあ大げさな塗り方をしてます。まあ、実際集中するとこんな感じに見えます。で、実際にはまあ黒くなるってほどではないんですけど、まあここまで見えない、ぼやけたりするという感じになります。集中している時はこのような状況に一時的になることがありますね。で、皆さんは集中すると視界が狭くなるという言葉を聞いたことがあるでしょうか？この画像はまさにその現象を表しています。これは見ている範囲は変わらないけど、集中していると脳が重要な情報として中央だけを捉えることが原因となります。集中しすぎたり熱中しすぎたりすると、それだけしか見えないのはそのためですね。スプラで言うなら、チャージャーやスピナーなどの放映との対面中に近づいている全員に気づけなかったりするのは、これが原因となります。リアルな世界で言うと、高速の運転とかですね、車の運転とか、まあ大人で車に乗ってる方は理解しやすいかなと思いますが、それと同じ現象がゲームでも起きるというわけです。一角を一生懸命狙うトライストリンガーとしては、常にこの状況になり得る可能性があるわけです。じゃあ脳が勝手に視野を狭くするなら対応できなくない?と思うかもですが、大丈夫です。視野を広げたりする方法はもちろんあります。それは一点だけでなく視点を動かせば解決できるというものです。一番の原因は一点だけを見ていることによる気づきの少なさが原因となります。その気づきとなる方法を次から紹介していきたいと思います。まず一つ目が視野は横に広く見るということです。視野を広げるには正面だけでなく左右を見ることが有効となります。というのも、スプラ3において、マップ自体が面長のマップになっていますが、中央が広がるという特徴もあります。そのため、マップの構成上どうしても、後衛の位置は正面に固まりがちとなるため、視界が狭くなるんですよね。しかも、相手に後衛がいた場合、ちゃんと視界に入れていないとやられるので、目が離せなくなります。そこで解決策となるのが、視野を横に広く見るということです。それじゃあ相手の後衛見れないじゃんとなりますが、実は視界の使い方で解決ができます。まず後衛を中心に捉えるように視野を確保してみましょう。多分この状況だといつもの視点の使い方になるのかなと思います。で、この状況で確認できるのはせめてこの位置までです。まあ左右のこの部分だけですね。ではこの状況で後衛を視界に入れつつ横にずらしてみましょう。こうなると、後衛を捉えたまま横に広く見れますよね。この視界の見方だと、横に広く見ることは可能かと思います。まあ、かつ後衛も視界に入っているという状況ですね。あとは、マップや立ち位置に合わせて左右を切り替えるだけで、視野の確保は可能となるわけです。意外と簡単ですよね。しかも、この時、障害物があったりすると、敵の攻撃を避けながら行動ができるため、相手の後衛の攻撃も防げます。万が一、後衛に攻撃されたとしても、壁を意識していれば、避けながら後衛とその他の敵の隙を伺えるようになります。まずは、一箇所だけしか見れてないんだよな、という方は、後衛を視界に入れつつ、左右が見れるように画面を動かしてみましょう。これ、意外と難しいですが、必須テクニックとなってます。
続いては2人見つける意識となります。これは視野を横に広く見るの発展版ですね。まず視野を横に広く見るというのは敵の索敵や処理を早めるための方法となります。ですがこれは視野を広げる方法なんですよね。これだけだとただ見れる角度が広がるだけなんですよね。そこでさらに対面力やデスを抑えるのであれば敵をしっかり視認することが重要となります。見るだけではなく見つけることが大事です。なぜ見つけることが大事になるのかというと、その相手がどういった行動をしようとしているのか観察するためとなります。例えばで考えてみましょう。敵が自陣への侵入ルートを塗っていた場合どういったことが起きるでしょうか。この場合は裏取りをしようとしている可能性があるため対処を早める必要がありますよね。では敵が壁に隠れながら移動しているのが見えた場合はどうでしょうか。この場合壁裏の潜伏キルを狙ってきているので味方が危険になる可能性があります。こういう時に壁裏に攻撃やポイズンなどを投げるとカバーができますよね。このように敵を見つけて観察をするだけで行動の予測が可能となります。場合によっては味方の危険を未然に防ぐことも可能になりますし、キルを取ることも可能となります。もちろんバトルを多く繰り返して経験をする必要がありますが、このような予測をするとより戦いやすくなるというわけですね。ではこの2人を見つけるということで具体的な見る数について話しますが、後衛がいた場合とそうでない時で実は変わってきます。まず後衛がいた場合、後衛プラス1人で2人を見ましょう。最初のうちは後衛をしっかり意識しながら見ていくことが大事です。これに慣れてくれば角度やチョークポイント次第では後衛プラス2という風な感じで見ることも可能です。まずは後衛を入れて2人を見るということを目指していきましょう。では後衛がいない場合ですが、相手の最大射程プラス1人という感じで見ていきます。スプラ自体は射程が有利なゲームです。後衛が中射程を抑えることができれば相手は全体的に動きづらくなります。中射程武器がいない分、味方の前衛が相手の前衛と勝負しやすくなりますので、しっかり相手を選んで見るようにしていきましょう。最後はポジションを見るということです。これは後衛が見つけれない時や押し込んでる時などに有効な方法となります。例えばですが、タラポートのように攻め込んだ時にポジションを2箇所見るマップがあったとします。こういった時というのは片方だけを見ているともう片方の様子が分かりづらくなります。このようなマップでは後衛を視界に入れてても視野の限界っていうのが出てくるんですよね。こういった横を見づらいマップの時の対策となるのがポジションを見るという動作になります。この動作はあくまで危険を察知するものになりますので、一瞬ポジションを確認するだけで大丈夫です。ただこのポジションを見ると言ってもポジションをそもそも理解していないと見る場所がわからないと思いますので、そういう方は自陣の移動ルートや高い場所などを見ることからしていきましょう。このポジションを見るだけでも画面を左右に見るきっかけにもなりますので、とても大事な要素となります。はい、ということで今回ここまでとなります。後衛は画面や視野の使い方で索敵力や対面力を向上しデスを抑えようはいかがでしたでしょうか。視野の使い方といってもどのように画面を使うかによって見える範囲等は大きく変わります。まずは意識することが大事ですので、周りを観察するように画面を見るようにしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。